どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、エルザレトと申します。ということで、今回はクリステイルズとなりまーす。まあ、前回ね、結構いい感じの話というか雰囲気分かったんで、ここからガンガンストーリー進めていきましょうか。湖に行くんだったよね。はーい、行きましょう。右でいいのかな？ここ何？ここ意外と近いな。外れて言ってたからそんな感じか。で、左だと？あ、でも入れない。右っぽいね。すごいな。独特のこのデザインセンス。めっちゃいいな。で、入ろう。ここじゃ。彼はあそこの小屋に住んでるんじゃ。わしが話した方が良さそうじゃの。お、まあ、ここは未来も過去もそんなに変わらない感じかな。この土、暖かいわ。暖かいんだ。お邪魔しまーす。ウィルヘルム、返事しろ。あっちへ行け。忙しいんだ。扉を開けるんじゃ。気取ったお子ちゃま、わしらには大切な仕事があるんじゃ。マティアス。ふん、おバカなカエル。あなた子供なの？礼儀を知れ。君は尊敬すべき時の賢者に話してるんだぞ。本当かな？それで君は？クリスベルよ。賢者殿。クリスベルは時のクリスタルを両方開いたんじゃ。バカバカしい。無理だ。私でも成功したことないのことをどうして。だいぶ嫉妬心強えな。でも怒ったんじゃ。違う。これは別の何かが作用してるんだ。誰か何が起きているのか教えてくれる？我慢しろ。私は賢人、ウィルヘルム。君はどうやら私と同じ時の賢者のようだね。あー、時の賢者でも位があるわけか。私の力によって、私が、若々しい姿ならば、君の力は可能性を見る能力だ。お？私の力によって私が、若々しい姿。ああ、じゃあこれ若くなってるから、可能性を見るんだね。可能性って、てっきり未来だと思ってたわ。違う、それは未来の可能性なんだ。実際にやってみるのがいいかもしれない。種を取ってあそこに植えてごらん。はい。いなくなる。ちょっと待って、こっちは。こっちもいないんだ。じゃ種植えましょう。おー、未来だとリンゴが落ちると。はあ。教えてくれ。未来に何が見えた？木よ。私が植えた種が育ったものだわ。その通りだ。それはグローフルーツの木。だけど世話するんだぞ。君がちゃんと面倒を見なければ成長する。そうじゃなきゃ枯れてしまう。つまり、もし私が今何かをすると、それが未来に影響を与えるのね。その通り、これまでもそうだったのでは？しかし、君には未来の可能性を見る能力があるから、それをもとに行動を選ぶんだ。これを使って、マザースペリオールと姉妹たちの様子を確認しなきゃ。私がいなくなって不思議に思ってるはずだから。ありがとう、ウィルヘルム。あ、君の姉妹たちの持っていきな。君には考えるべきことをたくさんもらったよ、若き賢者。でも、取ることはできないと。はあ、まあこれでやっと能力の使い方がちょっと分かったってことだね。まあお宝もらいましょう。看板にマナーポーション。木だね。樹液みたいな。樹液なの。マナね。MP マナポイントか。はあ、あ。ということは、画面的にずっとこんな感じになるわけだね。なんかあったらしいね。
まあ、可能性の話だけど、まあ、戻ろう戻ろう。いいえ、そんなことが起きるわけないわ。マティアス。何？それ、それ、俺も常に使いたい。だってこれが全部枯れるってことでしょ？バラもすべてね。この子も、あ、いなくなるんだ。やっぱそういうことだね。バラは全部ほんとなくなってるね。あーなんか執行官的な感じになるのかな。クリスベル、心配したのよ。マザースペリオール無事なんですね。おジムもまだここにある。もちろんよ。何をそんなに興奮してるの。何かあったの。いえ、まだです。バラを、バラを取り返しに行ったらマティアスが私に。マティアス、まあそうなるわな。はい、彼は、彼はここにいたんです。彼を見つけなきゃいけません。せめて、あなたが午前中ずっと探していたバラを私に渡しなさい。はい、まずはスペリオール。さあ、友達を探しに行きなさい。あれ一日もかけないのよ。剪定しなきゃいけないバラはまだあるんだからね。この未来ってどれくらい先なんだろうね。じゃあ、カエルちゃん。マティアス。喋るカエルの姿を見せ、マザースペリオールをびっくりさせない方がいいと思うぞ。クリスベル、わしがいなくなって心配させたならすまん。違うの。つまり、その、孤児院のことよ。未来を見たわ。廃墟になって人がいないの。どうしてあんなことが起きたの？どうじゃろう。とりあえず街を見て回ろう。もしかしたら君の新たな力がこれを光に、これに光を照らすかもしれん。はーい。Hey, Chris? 農場を見に行こうか。うわー、もう空っぽ。はー。そうだね。後ろも見ると完全に工場になってるもんね。細けえな、そう見ると。あー、だからこれボロボロになってるわけだもんね。ってことは、攻め込まれたとかそんな感じか。ミラーさんの家だわ。それに薬局も、どっちもボロボロになってる。そう、実に不運じゃ。不運ですって？ミラーさん一家がホームレスになっちゃう。それに薬局がなくなったら、この町から薬がなくなっちゃう。未来ではな。それに君がそうさせた場合だけじゃ。私がそうさせた場合でも、いいえ、あなたの言う通り。そうだね、僕がその選択を選べばっていう話か。あー、これも引っ越すしかなくなったってことか。あー、もうどう帰る。いやいや、おはよう。助けてください。家に問題があるんです。問題？いいだろう。何を見たいんだ、お嬢ちゃん。中から腐っているんです。数年後には全てなくなってしまいます。内側腐ってるのを外側から見たのか。器用だな。まるで誰かからアッシュブライトの話でも聞いたみたいだな。私がガキの頃に起こったんだ。もし昔の薬剤師がグリーンリーフトニックを調合してなけりゃ町のほとんどがなくなっちまったってよ。作れますか？俺が薬剤師に見えるか。ジェーンに聞いてみろ。そういうことは彼女が知ってる。かわいいやつじゃ。じじい。じじい。じじい。まあまあ、まあそうだわな。口は達者やな。なんでこんなことする人がいるの？仕分けるのに一生かかっちゃうわ。すいません。お願いがあるのですが。町のみんなが私の助けを必要としてるの。だけど今は無理よ。誰かが私のキノコのラベルを剥がしたの。それは大変ですね。
大変、最悪よ。そのうち一つはレッドボタン、消化にいいよ、サラダに最適。そしてもう一つは卵天狗だけを巻いていた、引いたものか。ほんの小さなかけらでも死ぬ可能性があるわ。やばいね。重要な違いでしょ。もちろんラベルなしでは見分けはつかないわ。それは捨ててまた作ることはできないんですか。そうね、もちろん。このキノコを見つけるのには何週間もかかって、準備にも数日かかるけど、全部やり直す時間はないわ。父が全てやってくれたの。何年も前に彼がボトルに詰めてラベルを貼ってね。お気の毒に、私に助けられたらよかったのですが。私もそう思うわ。この辺に助けてくれる人がいたらいいんだけど、父が亡くなって以来、父が残したものすべてそのままにしようと頑張ってるんだけど、一日には限られた時間しかないから。ごめんね、仕事に戻らなきゃ。間違いなく彼女は動揺してるわ。どれも同じように見えるもの。多分ね。私にやらせて。うわ、ボトルの加工が全然見えない。わしに任せろ。ほう。四角を押してタイムトラベルの準備をし、左ボタンを押してマティアスを過去へ移動させましょう。共同作業なんだ。じゃあここでボタンがいろいろ増えるってわけだね。ほい。あー、こう見てってことね。じゃあ、ちょっと待って。おたまじゃくしになってる。あ、ちょっと、お話ししてみない？ちょいと一押し。ちょいと一押し。お？あー、なるほど。あ、あった。青ふた赤ふたで分かれてんだね。これには骸骨がついてる。きっとこれが卵天狗だけじゃ。資格を押してタイムトラベルの準備をし、罰を押してマティアスを現在戻しましょう。あのシール、今日見た。子供たちがシールで遊んでたわ。あー、じゃあ子供たちが余計なことしたんやね。あれ？あ、もうそれでいいんだ。ちゅうことは、こっち、青が正解ってことやね。どっちが卵天狗だっけか、ジェンさんに聞いてみなきゃ。彼女に君を信用する理由があるかい？ないわ、あなたの言うとおり。証拠が必要だわ。よし、了解。じゃあ、子供たちのところに行こう。クリス、かっこいいシール見つけたんだ。見て、骸骨だよ。ジェンさんのところから盗んだのね。自分がしたことがどういうことか分かってる？ただのシールじゃん。お店から物を取っちゃいけないの。特に薬局からはね、危険な材料はあるんだから。ごめんなさい、クリス。あ、意外と素直。カバンに骸骨のシールを入れました。これがわしが手に入れられる最大の証拠じゃ。まあでもこれで、あ、この子たちも素直でよかったね。申しません、約束しますよっぽど怖かったんやろね。普段怒らない人怒るとめっちゃ怖いよね。ジェーンさん、ラベルを見つけました。赤い蓋のボトルに貼るものです。どこで見つけたの？子供たちが取ったみたいで、単なるかっこいい骸骨のシールだと思ったようなんです。彼らに悪気はなかったと思います。確かに悪気はなかったでしょうね。はあ、もういいわ。済んだことよ。あとで親御さんたちに話しておくわ。結局話すんか。ありがとう、クリスベル。あんたには本当に感謝しているわ。今こそ彼女にトニックのことを聞くチャンスじゃ。聞きましょう。クリスベル、何か必要なものがあるって言ってたかしら。はい、グリーンリーフトニックの作り方をご存知ですか？もちろんよ。残念だけど、グリーンフルーツのストックがないの。とても貴重だし、日持ちもしないのよ。使い道は少ないけど、グリーンリーフトニックを作るのには欠かせないの。タリムの近くにグリーンフルーツあるんですか？私が見つけてきます。期待はできないけど、大聖堂のそばにいるマグダに聞いてみて。この辺りの植物に詳しいから、運が良ければ知ってるかも。なるほど。ちなみに、もういつでも、あ、ふくよか。めちゃくちゃふくよか。あー、すごいね。マグダさん。君かな？
マグダさん、おはようございます。この辺にグローフルーツ。全然読めねえ。グローフルーツがあるかどうかを知りませんか？ジェーンさんがあなたなら知ってるかもしれませんって。以前は湖のそばに生えてたんだけど、もう何年も見かけてないね。ウィルヘルムのために植えた種、あれがグローフルーツじゃ。すまないね。お嬢ちゃん、もし見つけたら教えてね。グローフルーツはとても美味しいんだよ。紫とオレンジに輝いて。それと、あれは10年ごとくらいにしか咲かないんだ。とても綺麗だよ。マグダさん、ありがとうございます。知りたいことが聞けました。へえ、10年か。私が植えた木があるけど、実がなるまでにはまだまだ時間かかるわ。それじゃあ、わしらは先に飛んでかなきゃいけないな、というが、わしが飛ぼう。まあ、右ボタンを押しなさいっていう話はね、ちょこちょこしてたけど。はい。はい、右側行ってらっしゃい。あった。さあ、クリスベルの元に持って帰ろう。ああ、ちゃんとイラストも変わってる。カバンにグローフルーツを入れました。カバンとかに関しては、時は戻るってか関係ないんだね。やったのね。大した量じゃないけど、これでよしとしよう。さあ、薬剤師に会いに行こう。はーい、行きましょう。はい、お姉さん、どうです？グローフルーツです。一つ足りますか？これでできるわ。ちょっと待ってね。できたわよ。一回分しかないけど、無料でいいわ。おえー、やっと。ありがとう。カバンに、グリーンリーフトニックを入れました。全く読めないね。よし、やっとグリーンリーフトニックを手に入れた。もっと入れるかと思ったのじゃが、クリスベルどうした？これじゃあ、一件しか直せないのよ。どうすればいいの？そうじゃな。クリスタルがあっても助けるためにできることは限られておる。どうやら、決断を下さねばならぬようだ。マティアス、どうやって？私がどれを選んだって一件は破壊されちゃうわ。君は時の賢者なんじゃ。クリスベル、こういう決断は珍しいことじゃなくなる。はあ。クリスベル、What can I do for you, dear? うわー。 If you think of anything, let... 何を？いや、でも、崩れたとしても、おじいちゃんが頑張って生きててくれれば、立て直しが可能でしょ？ここを直すか、薬剤師直すか。そうだね、薬剤師だってこれで直せるようになるもんね、町がね。未来を大きく変えるのであれば、そうね、未来を大きく変えるんだったら大工かな。この人にも多分渡せるはずだもんね。いや、渡せないか。この人は大丈夫か。そうだな、そうだな。こっちしかも10年に一度しかっていう話だったから、工具にしよう。今回2周目あんのかな。まあやってみようか。大工のジョー。あれ、どうした？ジョー、どうした？決断だって。2件。あー、個人にするか、薬にするかっていう話か。でも薬があれば、いろんな人の病気が治せる可能性はあるわけよね。個人は子供の。そうだなぁ。わかった。もうお店にしよう。あなたのお店がアッシュブライトに感染してるんです。アッシュブライト？どうしてそう思うの？大工さんが話してるのを聞いて、彼が言うには多くの建物が感染する可能性があるって。大変だわ。父から聞いたアッシュブライトの話を思い出したの。父によると、農場のそばに育った胞子によるもので、大火事の後、風に乗って広まったそうよ。だらだらしてられないわ。グリーンリーフトニックは足りないけど、もしかしたら他の解決策が見つかるかも。ありがとう、クリスベル。ジェーンさん、どういたしまして。誰かの助けになれて嬉しいです。
さあ、これによって未来が変わりましたと。クリスベル、見てごらん。自分の行動が未来にどんな影響を与えるかわかるか？多分。でも未来一家は彼らはどこに住めばいいの？一度に解決できる問題一つだけじゃ。それに忘れるな。街のほとんどは変わっておらん。それに孤児院に何が起きてるのか、それは答えに全然近づいてないわ。もっと急いで解決しなきゃいけない問題があるじゃろう。見るんじゃ。煙、農場が火事だわ。前回アッシュブライトがナリムに広がった要因は火事よね。行かなきゃ。クリスベル待って。まあ未来薬は整ったと。じゃあ行きますか。ちょっとこまめにセーブしとこっかと思ったらできない。一回外出よう。セーブしてこよう。いダメ厳しいな。ああ、火事。そうだね。で、やっぱ腐るわけね。なるほど、なるほど。燃えてんのか燃えてないのかもわけわかんないもんね、この状態ね。わあ、獣が。お願い、間に合って。クリスベル、ここから出ていきなさい。ゴブリンよ。奴らがこの地に火をつけたの。アシルンだ、お嬢ちゃん。君がここでできることなんてない。私は助けられる。私にやらせて。仲間真似はやめろ。兵士に任せるんだ。そして彼らが任務に耐えられることを祈ろう。彼の言う通りじゃ、クリスベル。クリスタルが足りない。急げ、もう一度ウィルヘルムに会わねば。クリスタルが足りない。まもなく強力な敵と対面します。ゲームをセールしますか。優しいね。ええすごい、すごい急なメタ発言きたね。じゃあ、そうだね。そうだね。今回ここまでにしましょうか。次回ボス戦っぽいかな？強力なボスが出てくるって話だからね。ということで、ここまでご視聴の方ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いいたします。ではでは、また次回お会いしましょう。バイバイ。